次々とラインを流れる黒い瓶。貼られたラベルを見てみると、そう、北海道民にはおなじみのジンギスカンのタレ。札幌の食品メーカーベル食品の看板商品だ。町の人は、ベル食品ってあれ、ジンギスカンのタレとか、ベル食品さん、そうですね、ジンギスカン食べるときはそれです、うん、ジンギスカン用のタレの分野ではトップシェアを走り続けているというベル食品。しかし、ジンギスカンのタレに関しては当社の売上の 5% ぐらいになっておりまして。タレだけじゃない、商品開発の裏側、緊張の会議に潜入。で、食べてみたところ結構被ってくる商品があると。もうちょっと商品の練り込み。さらに東京の食品メーカーを買収。新商品はなんとプリン。今週の K ナビはタレからスイーツまで全国の食卓を狙うベル食品を特集。こんにちは。こんにちは。ナビ、今週も始まりました。さあ、今日の特集はベル食品ですね。はい。ベル食品と言いますと、ジンギスカンのタレ、今家にあるよという方多いのではないでしょうか。でもね、びっくりした。はい。あれもうてっきりベル食品さんだったら、もうジンギスカンのタレ、もうなんなら一本勝負かと思ったら、はい、全体の 5%。はい。いやー、驚きましたね。そうなんですよ。売れている商品、実は他にもたくさんあるということで、はい、この後詳しくお伝えしていきます。はい、まずはコメンテーターをご紹介します。北海道大学の平本先生と札幌信用高校校長の明石さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。太蔵さんはやはりジンギスカンのタレ召し上がったこと。いや、もちろんもちろん。いや、それでベル食品さんには怒られちゃうかもしれないんですけど、もちろんジンギスカンのタレとしてね、美味しいんですけど、はい、あれね、卵かけご飯にしたらめちゃくちゃ美味しいですから。へえ。そうですよね。いや、はい、そうですよ。したことありますか？あります、あります。本当？家にも1本ありますし、ベル食品の売り上げを支えているのは他にも商品あるということで、ね、さらに去年には東京の食品メーカーも買収しまして、スイーツにも挑戦しています、うん、はい、そんなベル食品の戦略に迫りました。